魔物が出ているっていう崖の村に行ってみようか。あるいは封印されし言葉も見つかるやもしれぬしな。荷物、無事に届け終わったよ。ありがとう。
根はいい人なんだけど、人と話すのが苦手でね。あ、これはお礼ね。受け取ってくれ。吹っ飛ばされた時はとっさに防御して受け身を取るのを忘れるなよ。最近は北平原には兄ちゃんが持ってきてやるぞ。メロンが欲しいの。メロンだね。わかった。狩りへ出る前、また買いに来てくる。海岸の町に荷物を届けてほしいんだが、頼めるかい？料理用の大皿で、郵便では送れなくてね。うん。海岸の町の酒場に持って行ってくれ。壊れやすいものだから跳ね回ったり吹っ飛んだりしないと。羊の肉。ありがとう、助かったわ。鬼、綺麗な花を咲。どうも。この家のおじいさんはどうしたんですか？じいさんは先日亡くなったんだ。もともと心臓を患っていてね。そうか、ちょうどジョンと一緒に行っちゃったんだね。そういえば探してたジョンが最後に加えていた葉があるんです。これはじいさんが心臓の薬にして飲んでいた葉だ。まさかジョンはこれを知って取りに行っていた。そうか、あんたには世話になったな。これ少ないけど取っといてくれ。主人思いのいい犬であったな。天国でもじいさんとジョンは仲良くやっているかな。ああ、きっとそうだと思うよ。そうに決まってる。じいさん、ジョン。いらっしゃい。毎度。
いらっしゃい。また。この面倒な仕事か。大丈夫だよ、そーっと運べば。そのそーっとというのが苦手なのだ。なんだかお腹が減ったな。これだけ大きな町だ、食べるところぐらいあるであろう。この辺じゃ帰っ、また買いに寄って、いらっしゃい。餌が、こんにちは。荷物を届けるよう頼まれてきました。これを待ってたんだ。海の男は大食いが多くてね。届けてくれてありがとう。荷物は無事届けられたし、報告に戻ろう。ほれほれ、あれだけプレゼントをたくさん送ったのに。すみません、
ポポルさんがよく飲んでいるお酒って今用意できますか？ポポルさんのお酒か。あれちょっと特殊だから今在庫がないんだよ。そうなんですか。なんなら材料を取ってきてくれるかい？それならタダで作ってあげるよ。わかりました、お願いします。それで必要な素材って何ですか？必要なのはトカゲの尻尾を5本とネズミの尻尾を5本だよ。いや、お酒の材料を。そう言いたくなる気持ちはわかるけど、必要なのは今言った材料だからね。そうなんですか。こんにちは。おすすめの料理ですか？おかげで売り上げ。それは大変だね。僕が。本当ですか？材料は薬草を10個、小麦を10個、サーディンを10匹です。もし具材をお持ちでしたら高く買い取らせてもらいますよ。必要なのは。海って一日眺めていても飽きないな。どうやら目的の魚は釣れたようじゃの。まあどうしてもというのなら魚釣りのコツを教えてやらんでもない。覚えておいて損はないよね。おじいさんお願いします。じゃあまずはサーディンを10匹釣ってくるんだ。このお題をクリアできたらコツを教えてやろう。さあ、まだ釣れぬのか。魚が逃げちゃうよ。すまぬ。昨日は全然。今日はグロ。
外国またいらしまた いらっしゃい。毎度り。うちの夕食は外国。また。外国また買いに
Thank you.